やってきました。やってきました、我々の。アシスタントの新企画として、はい、指導しました。なんかあったっけ？いや、ありました。おかしいでしょ。覚えておいてください。何？我々二人がですね、世の中のお役に立ちたいということで、リスナー様から小さな疑問やモヤモヤしていること、小さいからこそ見過ごしている不思議や謎を調査、解消していこうというコーナーで。そうでございます。まあ、ただあんまり、ちゃんと明確なのやってないじゃん。いや、そうですね。今のところまだ何も進んでないじゃん。何も始まってない。コーナー自体がモヤモヤしてるじゃん。そうですね。いいね、そういううまいこと言わなくて。まさにその通りなんですけれども、何通かメールが来ましたので、何通よ。4通です。ああ、よ来てんだ。前回から来ました。なんか今パッと見たら2通しか来てないのかと思ったら4通もあんだ。はい、来ましたので、でその中からですね、一つモヤモヤを解消してきたというか調査してきたので、もうすでにやっちゃいました。いや、コーナー、初めてコーナーとして、進んだ進んでますからやったねそこに、やりましたよ。なんだよ。前回もメールいただきました、焼きおにぎりさんなんですけれども、函館にあるイカのデザインのマンホール、このイカの足が9本、8本しかないと。なぜ10本じゃないのかというのを調べてほしいということで、またメールをいただきまして、調べてくださったそうで、マンホールのイカの手、実は9本でしたと。よく見たら。8ではなくて。8じゃなくて9本でした。それでも1本足りません。はい。で、SNS 等で、函館マンホールと調べると画像が出てきます。はい。一平くん、函館市民代表として調べていただけませんかと。はい。今週もメールをいただきましてですね。はい。我々2人で、電話をして、電話で調査をしました。函館行かなかったの？いや、画像は出てきて確認できたので。何をすんの？普通に電話で取材をさせていただいて。汗かいて、お前、足で稼げよ、お前。函館はちょっとね。なんでそんなネットで全部、お前、それがま、デカの、お前、基本だろ、お前。デカじゃないですよ、僕たち。デカじゃない。調査するのがデカじゃないの？デカじゃないです。デカじゃなかったんだ。あくまで、アシスタント企画としてやっちゃって。全部、そんなもう、現場だ、現場。現場確認ちょっとしてないんですけれども、函館市企業局というところにお電話を、して担当の方に電話をして、聞いてみました。はい。で、まずデザインちょっと待ってくれ。え普通ラジオはその模様じゃないの？な。いや、ま、ただ。あれ？あれ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 。その模様じゃないの？いや、いや、一発目ということで、こんな感じですよっていうのをまず。この後ですよね。次からですよ、鈴井さん。ラジオってそういうもんだと思ったんだ。こんな感じですよっていう。そうか、もう。もう、今いいや、ちょっと続けて。本当に僕らもやもや、もやもや。もやもやするなぁ。すいません、本当に。マンホールなんですけど、デザインマンホールというものだそうでして、1980年代から作られた各市町村で特産物などの独自のデザインを施したマンホールだそうです。函館ではですね、平成元年に初登場した今回調べてほしいと言っていた、イカのマンホールをはじめとして現在4種類ほどあるそうです。はい、で、担当の方に。4種類ってあと他何の他はですね、五稜郭ですとか、あと、マグロで有名ですけど、トイのタコのマンホールですとか、あとは、公会堂、函館公会堂のマンホールと。4種類あるそうなんです。ラジオだから見えない、もやもやするなぁ。もやもや。それは函館マンホールと、あえてもやもやさせてんだよ。次への期待ね。次への期待。まあそうですね、なかなか。じゃあちょっと確信、9本だっていうところ。はい。電話をしたところですね、こういった回答が来ました。はい。ズバリ、見た目のバランスの良さ。いや、9本ってバランス、あれ、いいのかなみたいな。いや、でも、10本だとバランスが悪かったそうです。4つサイドに4つあるのが、真ん中に1本、左右に44が一番可愛らしいと。といった理由でございました。そういうことで変えていいの？ね。いや、この回答もものすごい僕らもモヤモヤしてるんですよ。いや、モヤモヤだわ。解決してないわ。聞いてさらにモヤモヤっていう。はい。で、いや、それは、でも、イカなんですから、10本。一本じゃないとイカとして成立してないんじゃないですかってちょっと突っ込んだ質問したら、当時の職員はそういうことは多分考えなかったと思いますと。安易に
作ってしまいましたというか、まあ、見た目の場で可愛さを重視したということです。で別に9だか10だかでも構わねえんじゃねえのかみたいな。そんなね、函館はそんなことはあれですよ、ね、それで、ね、いいの。でもまあそう、函館はイカだよ。函館といえばですよね。そう、僕の地元でもあります。イカール星人でしょ。イカール星人ですよ。あれだけイカプッシュしてるのに、そのあれ9と10って大切な問題な気がするんだけどな。そんなね、数える方もいらっしゃらない、まあまあ、した感じでした、ね。まあ、可愛さ重視ですよ。まあ、すでにもう担当者がいらっしゃらないかな。はい、そうです。まあ、ただまあ、まあ、こう、そういうふうに調べてくれたけど、はい、そもそもの話な。はい。そもそもの話、リスナーの気持ちを代弁するよ。ええ、なんでしょう。私たちは、はい、そのマンホールのイカの図案、絵柄を見てないから、9本などころか10本じゃなきゃいけないだろうか、はい、全然わかりません。いや、そういう結局はそういうビジュアルに頼るようなことを調べられても、ラジオには限界があります。いや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 。いやいやいや、まあ、もうそれがもう、ね、もやもやするわ。まあ、焼きおにぎりさんはじめ函館の方がきっともやもやしてるのではないかということで、はい、ああ調べさせていただきましたけど。若干ちょっとスッキリしたんじゃないですか。ああ